どうも、めっちゃめっちゃメッセです。はい、ということで今日もやっていきます。はい、今日はね、もう言ったらね、これね、花巻東のね、ラストノックかなんかをね、ちょっとね、TikTok かなんかで回ってきて、ほんで見とったんです。見とったらやっぱりね、もうちょっと、もうあれ、ちょっとやらせやろう、賞味。って思ってきてね、もうそれについてちょっとね、もう、怒りをぶつけたろうかっていうことでね、もう話していくんですけど、あれね、絶対にやらせやと思うんですよ。だってまずね、自分が思うに、あれって、絶対そのメンバーがいいなって、こうだって、もう昨日今日分かった話じゃないですか、もう4月ぐらいには大体もう俺はメンバー入られんなとか、大体絶対思うんですよ。ほんで、ね、そういう最後の奥の日みたいなのが多分あるんですよ。ほんならその日に、ね、言うたらものすごいメディアとかも集まってるじゃないですか。ほんでいろんな、なんか、よく見たらなんか観客みたいな、なんか保護者みたいなのかな、もう来とって、で、その中でこうね、監督がこう、でもその監督も、あれですよ、うちうちやったらもうすごい、あんまり評判言わない監督がですよ、こう、こんなに待って。で、こう、ね、読んで、ノックを打って、なんか最後、なんか一言言ってから打つんですかね、なんか、監督さんみたいな。何で、なんか、いい思い出になりましたみたいなのを、こう、もうね、泣きながらこうやってやるっていうノックなんですけど、もうなんかね、やっぱあのノンフィクションをやっぱその高校野球界にも自分愚痴を言いたくて、もうほんまに全部なんかね、もうそういうちょっとひねくれてますけど、もうそんなんもおかしいですし、なんか言ったらなんていうんですかね、わざわざもうずっと悲しいのにわざわざそのね、もう絶対になんかバズるとかあるじゃないですか、そういうツイッター絶対回るとかテレビ絶対映るとか、もう下心ある中でもう泣く気満々やんみたいなんとかをね、こう見たら、もう絶対狙ってるなみたいなのが見えるんですよ。だからもう正直な話、もう自分が思うには、もうあの甲子園行って泣くやつも、あれ甲子園行かれんかったやつからしたらものすごいもう失礼な話だと思いますよね。もうなんかもうめちゃくちゃですよね、なんかほんまに。それこそなんかエッチしてから文句言うやつみたいなのと一緒ですよね。こういけるかいけへんかで、前たら、まあ何しましょう。まあ、例えたら、前たらこう、合コンに行って、そのね、持って帰ったやつが、なんか、うわ、まあ全然やったわって文句言うのと一緒ですよね。いや、お前もう持って帰ったんやからええやんけ、みたいなね。持って帰ってんやつは金払って、ね、こう頑張って、ね、口説いたのに振られて、で、持って帰られんかったから、ね、悲しいなって。もう帰りたかったなってなってんのに、その持って帰ったやつがね、いやもう全然やったわって、持って帰ったやつが言うなってなるでしょ。何の例えがおかしいんですけど、まあなんかだからそのね、甲子園って言われたらみんな甲子園目指して行ってるわけじゃないですか。で甲子園で、でもそれでもナイティーやつの自分の思うには、まあ言うたらナイティー基準が2つあって、これがもう所詮あの大阪桐蔭とかも強豪校でも20対0とかで負けたやったら、もうそれはほんまに泣いた方がいいと思います。それはもう甲子園出ん方がマシなんでね。でも甲子園出てそれなりに言うたら試合して負けて泣いて、最後の夏がもう友達とな、この仲間ともう試合できんぐ、なんか野球できんぐなると思ったらもう悲しいですみたいな。いやいや、もう最低でも、もう他のチームもみんなそうやから、優勝してもみんな泣かないなあかんけみたいなって思いますよね。だからね、このみんながね思うには、自分が思うには、あの甲子園を美化しすぎというか、甲子園をなんか甲子園で負けたらこう泣いてるのをこう美化しすぎなんですよねって思いますわ、正直な話。だからもっとね、地方のほんまに一番悲しいやつはもう地方のベスト4とか、もう決勝で負けたやつが一番悲しいと思うので、ね、もう甲子園にこう悲しさを持っていくのはもう全然もうおかしいなって自分は思います、正直な話。はい。ね、思いません、僕、高校野球ってほんまフィクションが多いなって、自分高校野球感動って見とっても、だからこうね、やっぱこう、今後大阪とかがなんかこうラストミーティングみたいなんで、こう親とかにも明日からないと思ったらもう悲しいですって、もうあんなんとか言ってものすごいこう心に響くんですよ。ノンフィクションじゃないですか、ほんまにもうこんなね、メディアがおってもしっかり喋れてって思うんですけど、やっぱこうね、下心を持ったね、こう悲しみとか、こうテレビ映りたいだけやみたいなのが見えたら、もうすごい冷めません？どうですか、ほんまに。もうこれはね、自分がそういう性格なだけかもしれないですけど、
だからほんまにね、正直な話もキャバクラとかも嫌いなんですよ。キャバクラ、まあまあもっと言えばね、もうドラマとかもね、ちょっと自分嫌いなんですよ。ドラマとかもね、普通にみんな普通に流してるんですよ。普通に考えてください。ね、もうこんなんして、もうこういうキスシーンとかあるじゃないですか。で、キスシーン、カットだけど、あ、すいません、みたいな。あの奥側を想像したらちょっと笑けません？ほんまに。これもうみんなよく、なんであの表だけを素直に見れんのかなって自分ほんま思うんですよ。もうじゃあ TikTok 撮ってる女の子なんかもう自分からしたらほんま正直もう頭おかしいなって思って見てるんですよ。思いません？これね、自分も今こんなして喋ってるんですけど、自分もこれね、多少はもう慣れるまでは恥ずかしいんですけど、これ TikTok で踊ってるやつほんまにね、もう頭おかしいと思いません？頭おかしいというかもうね、自分可愛いと思いすぎというか、そういう下心があんのに、いや私全然可愛くないですみたいなもう言うじゃないですか。もうあんな騙されたらダメですよ。これはほんまに痛い。でこんな家で一人でカメラに向かってこんなめっちゃいい笑顔でこんなし踊ってるんですよ。ほんでこうやってじゃあ撮り終わったとこうカメラ戻す時もおらんかなとか思ったら笑けてきません。でそれをいや私全然ですってこう乗せれる神経、それで、すいません、ちょっと話それてますね。はい、ということでね、やっぱね、高校野球はノンフィクションだらけなんですよ。だからもうちょっとね、もうこれ自分が一番伝えたかったのは、間違いなく、あの、花巻東の、ラストノックっていうのは、もう絶対にやらせです。はい、ということで今日もやっていきました。はい、もう皆さんちょっとね、高校野球のネタやあれをね、ちょっとね、自分がもうみんなが言いにくいところをね、自分が全部言ったのかということでね、もうね、多少は叩かれますけど、まあそれはそれでええかと。ということで、あのね、皆さん甲子園目指して頑張ってください。そして、甲子園負けた奴らは、もうね、悲しいですけど、めっちゃ泣いて、その次の日にはね、しっかり遊びに行っとくように。それじゃあ、お疲れ。